皆さんこんばんは、スルベです。蒸気イベントに参加中の皆さん、いつもお疲れ様です。私も同様にね、イベントの方に参加してきまして、そのね、ステージをすべてクリアしたところでね、無事に完走っていうのかな、無事に完走することができました。であとはね、交換所の方でね、交換したい、今回交換する、ね、狙いだったカード、蒸気投資のカーバンクルさん、ね、こちらのカード、まあこの時点ではね、銀貨の枚数が足りていないんですけれども、ね、まあ、あと残す期間がね、3日あって、ね、50回挑戦した時にいただける銀貨2枚というのもね、プラスするとね、どうにか銀貨60枚に到達することができそうです。なので、まあ、メインもサブもそうなんですけれどね、同じタイミングでね、まあ、それぞれ星7にすることができるというね、目処が、まあ、立ちそうですな。まあ、今回のね、動画の、まあ、ちょっと趣旨とは外れるんですけれども、まあね、まあ、この時期にこういう、ね、カードを狙って、ね、この塔をね、登ってきたというね、ことはね、後々、そういう動画を見たときね、懐かしいと思うんですよね。私、個人的に懐かしいと思うような、ね、節がね、あるので、まあ、こういうちょっと小話みたいなことから話も入るわけですけれど、まあ、今回のまあね、本題に入りますけれどね、前回の動画でですね、タイプを1種類で挑戦のね、この星に難易度の方のね、青の間、ね、クリアした動画をね、出したと思うんです。それ以前は毒で倒す動画をね、上げていたんですけれどね、まあちょっとスコアが取れなかったこと、そしてその時期は白丸さんが星7になっていなくてね、ちょっとリーダーで使うのも危なっかしい状態だったということがね、絡んでおりまして、ね、それまでの間は毒攻めデッキでね、進めていたんですけれど、ね、白丸さんが無事星7になってからは、そういうね、まあ、この子をリーダーにしたね、デッキ、まあ、下に上げてある通りなんですけど、まあ、こういうデッキを作って、ね、まあ、相手の手の内も調べながら、どうにかね、スコア条件も満たすことができました。まあ、そうなるともう一つあるんですよね。どうしてもスコアが取れなかったステージっていうのはね、思い当たるところでもう一つあったのでね、そこについてもちょっと今回アップしようと思いました。ステージはね、二つ目じゃない、三つ目か。種属性は5色で挑戦の星2難易度の方、これの星2難易度の方の紫の間、こちらです。まあ、以前までだったらね、あのサンタフェリー法とか、まあ、まあ短いね、動画だったら、あの、魅惑のリリンさんのね、吸血を使って倒すみたいなのもなんかやってましたけれどね、なんかアリーさんでハートボックス作って、それでダメージを飛躍的に上げた状態でスキル使ってね、影山さん隣に置いて、で爆発的なダメージを与えるみたいなのをやってたんで、まあ、それだとね、倒せはするんですけれど、コストの条件にどうしても到達しない。まあ、無属性攻撃はね、なんかダメージに判定されないみたいなんですよね。まあ、そのこともあって、コストの方にね、結びつかないので、ね、今回こういうデッキを作って、ね、ちょっと敵をね、倒していこうと思いました。まあ、ここの紫。まあ、周回するにはここの星1が結構いいんですけどね、まあ、無属性攻撃が通用するからね、吸血っていうのかな、うん、まあ吸血だな、吸血するなりね、サンタフェリーフォードプリズムボール使ってサンタフェリーフォード使うなり、まあやりようはあるもんですね。まあ成功法で、まあでもそれはあくまで別回ルートでですね、成功法ではないんですよ。まあ、現にスコア条件に満たないということは、まあ、それはまあ、ね、あまり表では使われない
方法なわけです。まあ、反り道っていうのかな。まあ、そういったことがあるのでですね。まあ、今回そういう、まあ、自分なりにもね、そういうデッキを組んでね、挑戦することにしたわけです。で、まあ、今回リーダーにしている影山さんですけれども、謎火消し3があります。謎火消しプラス3があります。なので、実際8個まで謎で、この片ぷよをね、ベースとしたね、これを放置しておくと、後々ね、割合ダメージが飛んできてね、一発でね、こちらのライフ奪われてしまうの。まあ、なので、今まあ、ね、ちょっとまあ、急ぎ足で消しているような感じですね。5個ずつ消すのであればとても間に合わないんですよね。運よく間に合う場合もありますけど、それはよっぽど盤面の運に恵まれた時に限る話なので、まあ極力、まあ、そういうカードを入れた方がいいと思います。ただこの子コラボカードだからね、またなんか再販でもね、コラボイベントがまた再来でもすることでもない限り手に入らないというねところもある。あ、やってしまった。今の消しミスなんですよ。消しミスした。なぞったつもりなんだけど、なぞれなかった。おかしいね。ちゃんとタッチペンでなぞってる。ね。テクニカルクエストだったら、もう今の一発でね、即アウトだったんです。まあ、あれはあれで結構シビアな戦いですからね。一回の失敗が大きく響いてくるんですよね。まあ、とりあえずね、まず広範囲に広げられるところが狙うかな。まあ、落とされるの前提のスイッチデッキですから、それはまあ心配ない。総合した内容で勝てばいいんです。まあカバルーンさんだけになったのはまあ救いですね。まあこの子はいざとなれば大爆発使ってね、爆発したらまあ隣、まあ裏に隠れてるキャラクターを召喚することができるの、まあ、こういうなんか入れ替えの発生するクエストだったら私は大体好んでカバルーンさんを入れてます。なかなかこれを消すのが大変。あ、ハビラさん来た。ここにハビラさんいた。それ、あと22。あ、でも黄色は6の。すぐ交代する。とりあえず紫優先して消していきたいところで、ハートも消していく。よし、これでまあね、レギュラーメンバーに全員変わりました。よし、ハビダさん、あー、ここでこれ。でも謎りが8の上でハビダさんのスキルでさらに5個増やしたから、1列とか結構狙いやすいですよね。危ない危ない。ハートフォックスがないもんな。危ない。あ、よかった、割合攻撃低いだったね。で、まあここから攻撃仕掛けます。順番は特にないか。
あ、順番、あ、ないです、大丈夫。まあ、この時前立てがまだあったはずなんですよね。ね、前立てがある。で、これでね、どの色の攻撃を使ってこちらが与えたにしてもね、何十パーセント分かダメージカットが来るんです。まあ、ジルイベとかだったらね、90何パーセントとかダメージカットがあります。こういうクエストだったら、まあ、それでも70とか60パーセントぐらい出すくらいの内容だとは思うんですね。これぐらいで、まあ、これをもう一発当てないとか、まあ、今の内容だったらもう一発、まあ、今ので半分ぐらい削れたので、もう同じ内容の消え方したら、まあね、近いダメージも出せるというのは分かります。で、まあ、ネクヘンプラス童話、まあ、また話してないんだ、話したみたいなんですかね、たまにあるんですよ、話してないいいよ。惜しい、一発当てなきゃ、倒したと思ったの。なんかもうここまで来たら倒してくれよって話ですよね。もうここまで来たら倒してくれよ、本当に。いや、もう減ってるんだから、もう瀕死もいいところじゃないないですか、そこまで。そこまで減ったら倒してくれたの。なんか違法タフネスでも使ってるんじゃないか違法タフネス使ってるもんな。でもそういう気分ですよ、ほら、違法タフネス使われてる感覚ですもん。全然減らない。さすがにもうこれで倒したいじゃん。さすがにこれは倒してくれないで困る。まあどうにか押し出しました。相手の体力はね、なんか450万かそれぐらいなんですよ。まあだから削れるっていうのもあるんですけどね。確かにまあダメージあんまり与えられないです。まあ実際ランク外ではありましたね。まあ、前クリアしたときは、プリンプのクループ君使ってたんだな。まあ、最初のカタプヨをどうにか処理できれば、まあ、この子でもいけないことないんですけどね、消せるプヨ数が5個なので、そこがちょっとネックなんです。まあ、この回のときはね、この56,985を取ったときは、最初のカタプヨを運よく消せたから、まあ、どうにかなったっていうのもあります。まあ、この子リーダーにしてたら、ハートボックス、1つ消すだけでね、加速4つ分っていうのもあるのでね、まあ、それも大きかったなと思いますよ。まあ、さて、まあちょっとね、余談もだいぶ、余談の方もちょっとね、入りましたけれども、ね、どうにかクリアしました。まあ、スコアには結びつかなかったですけれども、まあ、もしもプリンプクルック君を使ってたら、まあそれに近い内容を出せてたっていうことにはなりますかね。まあ、過去の履歴が一応それを証明しているの。まあ今の今回の動画の本筋はね、そのプリズム法とかそういうね、吸収法とかそういうので倒さないということですからね、まあ、力押しで倒すっていう内容をちょっとね、動画の形としてね、まあ、伝えようっていう内容だったからね。ちょっとでもスコア取れなかったのは悔しかった。さて、ではね、ご清聴どうもありがとうございました。スルベイでした。